です。今日はね、すんごく楽しみに朝起きて今秋葉原に来ております。っていうのもね、私が今見てるアニメのジョジョのね、ストーンオーシャンのジョリーンのフィギュアをゲームセンターに取りに行きたいと思います。で、何がそんな楽しみかっていうと、まあ、単純にさ、すごくね、いいキャラクターだなと思って今好きなキャラクターなのよ。で、あとね、フィギュア的に見てもすごく良かったのよ、今回。だから、塗ったらめちゃくちゃ映えるんじゃないかな。もう映えてさ、もうなんかもう飾るのがすっげー楽しみなんじゃないかなと思ってて、今すっごくテンション高いの。なんだけど、一つ問題があるんです。さあ、問題何でしょう？クレーンゲームがクソ下手くそです。口が悪くなりましたけど、めちゃくちゃ下手くそなんですよ。だけど今回のジョリーンは今ゲームセンターでクレーンゲームの中にいるのね。だからそれを自分の力で取って、何としてでも取って我が家に持ち帰って塗るっていう流れなんですね。はい。そういう流れなの、ね、そういう流れなんですよ。はい。だからさ、ちょっと勝負ドリンク買いたいと思います。いきます。だいぶ強めなの行きましたね。なんでこれ買ったと、もうみんなわかる。今回私は取ったらやっぱり緑っていうところは生かしながら、あと黒っていう色もね、やっぱジョジョだから絶対的に生かしながら私はやりたいと思ってるので、ちょっと色ってところでやっぱり、運気を上げていくっていうモンスターエナジーになります。よし、とりあえず様子見やな。これでね、どれぐらい動くかっていうのね。おお、動かないね。斜めになる？あ、ならない。あ、ちょっとなるわ。ちょっとひねるね。ちょっとひねります。あー、なるほど。左の方が強いのかもね。もうちょっと攻めてもよかったな。OK。お、やべ。全然動かなかった。こんぐらいでどうか。あ、ほらほら、かかった。あ、動いた。いけ。あ、待って。あ。どうだ。動け。あ、動かなくなってきた。じゃあ、次、手前。あ、いいじゃん。あ、どうだ。おっと、いや、ちょっと待ってよ。待って。どっちがいいかな。死にたかった。さすがに多すぎたわ。変なことしちゃったわ。あちゃんとゲットしました。いよいよね、開封できるっていうことで、ちょっと数日経っていますのでね、早く開封したいと思いながら他の作業をしておりました。やっぱりね、それぐらいね、欲しかったんですよ、このフィギュアに関しては。しかしね、なんかなかなかね、苦戦しながら撮ったのでね、なんかまあまあ、そこに関してはあんまり思い出したくないんですけれども、前を向いていこうと思います。はい
もう開けます、早速。もうほぼほぼくっついてますね、頭だけ。はい、じゃじゃじゃーん、組み立てましたよ。やっぱりさ、いいです。私ね、グランジスタシリーズのフィギュアはちょっと撮るの久しぶりですね。だけどさ、前から存在はもちろん知ってて、このグランジスタシリーズってプライズですごくね、クオリティが高いものが多いなって思いながらね、私は見てるんですよ、いつも。見てよ、めちゃくちゃクオリティ高いでしょ。かっこいいもんね。結構しかも似てますよね、このさ、ちょっと筋肉質な感じよ。やっぱりなんかさ、女性らしさもあるんやけど、かっこいいんですよ、やっぱり。めちゃくちゃかっこいい。やっぱなんて言ったって丈太郎の娘やなっていう血を感じますよ、血を。やっぱりさ、私も全てをね、皆さんに見せられてるわけじゃないですので、なんかね、ちょっと好き放題編集される可能性もあるんですけれども、ね、やっぱりこう、みんなにも見せたいので、こう楽しさをね、共有したいと言いますか。それだけ本気ってことだ。いや、そう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 。で、その楽しみだなって思う理由のやっぱこう一つがね、まあ単純にあれはその造形がいいし、好きなキャラクターっていうのももちろんあるんだけれども、やっぱりね、ジョジョはね、色使いがね、素晴らしいんですよ。これはもうね、色は認めません。もう素晴らしいです。実際のところ本当の色って何なのっていうことを考えることすらも許されない、許されない。考えることすらも、いや、そんなもう考えなくていいよっていう感じ。いや、ちょっと伝わってるかな、語彙力がないかもしれないんですけれども、だから今回も私はね、このだから色を絶対にその色にしなければならないとかいう風には考えておりません。今ね、この色じゃないですか。多分だから今やってるアニメのカラーに近いのかなっていう風に思うんですけど、私はね、今回どうせやるなら色をね、ちょっと変えます。やっぱみんなそれぞれそのジョジョの中でこのキャラクターはこの色が特に好きだなとか、なんかそういうのあったりはすると思うんですよね。わかんないですけど、私はね、ちょっとやっぱ水色とか入れたいんですよ。でもね、ピンクとかもね、結構いいんですよね。てか何でも合うんじゃないって感じはしてきますけどね。だからさ、ちょっと悩むんですよ。今ね、開封してみてから、やっぱ決めようかなって思ってたんだけれども、やっぱ見れば見るほど悩んじゃいますね。それがやっぱりこう、ジョジョの世界観がいかに強いかってとこよ。枠にとらわれないしさ、正解がないもんね、はい、ジョジョはね。そうだね。少なからず、私の中では、もう絶対にこれだって正解はないかな。え、ちょっと待って。これ見て見て、ここ。ほら。ここ見てくださいよ、これ。わ、すごい。ちゃんとね、囚人番号が書いてる。あ、細かい細かい。そういうの嬉しいですよね。FE40536 って書いてあるよ。っていう感じよ。やっぱいいフィギュアです、これは。ますますリペイントするのが楽しみになりましたわ。いや、しかもさ、この手も綺麗なのよ。見て。手。ほら。手。この手の造形。やっぱり人って、手ってすごく、意外とね、顔の次の顔みたいな風に思いますよ。手で表情って表せるじゃないですか。こうピースとかさ、パーとか、みたいな感じで。手ってやっぱいいのよ、表情。多分私フィギュアにおいて手の造形がいいとテンション上がるタイプなんです。多分これどうなんだろう、共感してくれる方いるんじゃない、多分。ってな感じでよ。ちょっとなかなか、ちょっと早く塗れよって感じに言うようになってきたと思いますので。じゃあね、塗っていきたいと思います。おら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 。こっちやな。オラ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 。やばいよ。大丈夫かな。ちょっと本気度は。どこに向けてオラオラしてんのそれ。はい、早速やっていくんですけど、まずね、分解はこれしかやってないです。はい、ここで、やっぱりジョジョなんで、もうね、力強く塗っていきたいと思います。だからね、多少ね、今回に関しては筆跡が逆に残ったとしても、もうそれすら味になるぐらいのなんかもう勢いで、もうね、ガーンってやっていきたいと思います。だからもうあれよ、ここの今マスキングテープからもういつも以上にもうグワーって感じです。見て、ジョリーの顔よ。めちゃくちゃ彫りが深いですね。アニメキャラクターって結構彫り深くない、つるんとしたこう可愛い系でいるけどさ、彫り深くてあれだよね、美人系。楽しみ。まずベースのカラー変えてきます。今回ね、エアブラシでまずやります。筆でやってもいいんだけどね、今回は思い散った時にガッてやりたい感じだから。で、色もね、変えます。はい、じゃじゃん、ベースの色が変わりました。
これね、髪の毛もね、こうなんだけど同じようなカラーにします。筆塗りでしっかりとカバーするから大丈夫。肌を塗っていきます。今回はね、白立ち上げにしていません。似たような色なんだけど、一回ベースに塗膜を作りたいからきちんと塗ってからスタートしていきます。はい、今ねこんな感じで、実はね前髪の色もちょっと変えてるんですね。ちょっとやっちゃった。でね、今ね肌もベースは塗り終わってて、こっから影入れていこうかなと思ったんだけど、ちょっとさ今回あんまいつもちょっとやらないやり方やろうかなと思って、思いつきで先にちょっと肌の部分の線をねちょっと入れていこうかなって思った。ちょっとやってみます。これはもうね好みが分かれたとしてもね、見てくれてる方の、ちょっと私は絶対にやりたいので結構入れてきます。なんか最後にやってもよかったんですけど、もうなんか早くやりたくなっちゃってでもありかもしれないの、たまには。今日はさ、まあ、あんまり理屈とか考えずに、まあ、あんまり普段から考えてないんだけど、特に普段よりも理屈を抜きでやってきまーす。こういうとこにも入れちゃう。肌の色味をつける前にちょっとね、顔の方ももうちょっと目元とか濃くする。若干ちょっともうちょっとパッチリ系にしようかなとも思ってるから、一回潰そうかな、ここだけ。いきなりホワイトで潰します。ピューピュー、多分一旦こんな感じで乾かして描きます。先にね、目の上のちょっと影描いちゃう。ピューってピューって、アイラインをちょっとグリーンで今描いてます。なんていうの、下のラインも強調させます。今緑系で描いてるけど、まあ、一旦まつげも描いちゃうか。はい、現状です。でバチバチになってきたね。ちょっと黒でじゃあちょっと描きます。最初に黒じゃないカラーで入れてるから、完全に全部のせなくてもちゃんと一応わかるって感じでスタートしてるから、やりやすい感じかな。顔ができてきたよ。ホワイト描くよ。ウェーイ、じゃじゃーん。一旦こんな感じかな。これでちょっと肌に色味を整えたら、肌はまあ大体こんな感じかしら。いい感じ、結構理想の感じに描けたわ。はい、今ね一旦前髪もつけてみました。前髪つけるとさ、ちょっと隠れちゃうから、なんかちょっともったいない気もするんだけど、まあまあまあ、それはしょうがないのでね。はい、こういう感じですね、今ね。寝まーす。おやすみなさーい。また後日続きしまーす。今回のジョリーンの塗り方なんだけど、あのバキバキした肌の塗り方はしない感じです。ちょっとアナログ的なキャラクターの塗り方になんか若干近いかなみたいな感じかな。肌のハイライト入れてます。ピリピリ剥がします。こっから今からやっていくのは、ちょっと影をゴリゴリ描いていこうかなって思います。なんかさ、下半身がさパレオみたいなの巻いてても似合いそうだなって今思ったそんな感じしながらこの腰の入り方がよ、これはもう上手だよね。結構ねガシ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 進めていきます。髪の毛も暗い色入れてきます。ここ黄緑にします。なんか部分的に水色残しても綺麗そうだから、ちょっと残そうかな。あー、やっぱでもジョリーン、このブルーと鮮やかなグリーンやっぱ合うな。華やかになる。ここもイエロー系でいきます。
まあ、ここもあんまり規則性がない感じでやってます。はい、皆さん完成しました。じゃーん、こんな感じでね、またリペイントしていくので、よかったら皆さんチャンネル登録と高評価してくれたら嬉しいです。はい、今回のねジョリーンなんですけれど、まあ、ポイントとしてはまずね、結構大胆に色を変えました。ほら、まあ、主な色彩としては、まあ、ブルーとグリーンですね。足元とかもほらブルーンとグリーンっていう感じにしてます。あとはね、結構ね、やっぱりこう肌の部分とかもこういう黒いね、こう線をね思い切って入れてます。で、こういうところをさ、なんでこんな風につなげたんとか、なんでこんな風に入れたんみたいな、あのね、その原作のそういう線のね、芸術的な感じとかもちょっとリスペクトして、もう結構思い切って大胆にちょっと誇張した感じで入れてみました。一回グルーって見せようか。ぐるぐるぐるっていう感じです。じゃあね、これをフィギュアケースに飾りに行きたいと思います。はい、今日はねここに飾りたいと思います。デトルフです。ちょっと中にライトがないから、ちょっと暗かったらすみませんね。よいしょ、ででで、ーん、おたたたた、はーい。ここさ、あのいろんなあのキャラがさいるからさ、ちょっと異色で面白いですね。でも、まあ、こういう飾り方もありっちゃありですよね。まあ、とはいえあれです、いつかねもっとジョジョのねフィギュアとかね塗って増えてったら、ジョジョのコーナーも作ります。作りたいなっていう希望があります。はい、こういう感じです。いいじゃん。今回はフルリペイントで全部フルフルで塗り直しましたけれどもね、前塗ったみたいにさ、ここにいるかな、ついでに見せるけど、こういう感じでさ、あの獣耳をね自分でラスワン風につけたりとか、まあそういうこともやってるから、まあいろいろやっていくんで、よかったら皆さんまた次何やんのかなみたいな感じで楽しみに待っててくれたら嬉しいです。あとね、私実はねサブちゃんやってて、サブちゃんでもねフィギュアを狙ってくじ引いたりとか、なんかねのんびりわちゃわちゃ、まあアニメ系のことやってるので、よかったら MAB より概要欄からも行けるので遊びに来てみてください。じゃあね皆さん、また次の動画でねお会いしましょう。じゃあね、ピューンピューン、やっぱ美人だな。